こんにちは、天馬アカデミー堀秀夫です。今日いよいよポケモン GO プラスが発売になりました。でこの発売でね、Amazon で買うのが一番楽だというのが今ネットの方で出てます。確かに、ね、ポケモンセンターオンラインは発売早々にサーバーダウンと、ね、買えなかったわけですね。であとポケモンセンターに行った人は並んで整理券をもらってで並んで買うと。ところがアマゾンはね、ポケモンセンターがオープンする前にサクッと、ね、つながって、送料無料でそのまま買えると。これはアマゾンで買うのが一番楽だねという結論になります。でどうやらこれが今後アマゾンが目指していく方法なんじゃないかなと。最近のアマゾンの、ね、方針転換というようなそのブランドに関することとか見てて思ってたものがね、おそらくそうだろうというのが出てきたんで、まあ、ちょっと今回、注意すべきことを話しておきます。まずポケモン GO プラス、これね、どれぐらい売れて Amazon でね、どれぐらいの、プレミアがついた、売り主が出てくるか、これは相当注目されると思います。でまずポケモン GO プラス買って転売しようと思ってる方いると思うんですけど、 Amazon で売るのはやめた方がいいです。というのはね、これだけ注目されてますんで、Amazon がもし、まあ、今後もポケモンセンターのようなところでね、販売するときはもう今後は Amazon 中心で売りましょうという話をするときに、プレミア付きの価格でね、売ってると、で叩かれるのはまずいというのがあります。ですんでおそらく今プレミア付きで出してる方、即アカウント削除になるかどうか分かりませんけど、厳しいチェックが入ることはおそらく間違いないです。でね、これで勝負をかけてると、ポケモン GO プラスをね、100個パイ集めて、100個転売する。で、お金的には、まあ、50万ぐらいは儲かるというのでね、アカウント飛ばす覚悟でやるんであれば全然 OK ですし、まあ、そういう風な、雰囲気を見受けられるアカウントもあります。新規ってね、この人たちおそらく新規といっても Amazon の初心者じゃないと思います。私と似たようなことを考えてるか、まあ、あるいはね、こういう注目されるのは、商品入手できなくても売って、先売りしちゃおうという方がやってる可能性もあります。そういうのをね、 Amazon は今後と厳しく取り締まるはずだと。空売りで、無在庫販売、自己発送は危険、それと注目を集めるものを、高いプレミアつけて売るのは危険というのが言えます。なんでこのアカウントが全部ね、今一応後でチェックしようと思ってキャプチャー撮ったんですけど、どれも消えてなかったらね、まだそこまでの、方針変換じゃないかなっていうところあるんですけど、まあ、おそらくね Amazon は、レアなもの、ロングテルのレアなものをプレミア価格とかね、定価ないようなものを高く売る方向から逆に、こういうポケモンセンターのものとかね、あるいはすごくたくさん売れるもの、それをね、そつなく売りさばくのはアマゾンしかないというようなところを狙ってるんじゃないかなと思います。現にもう今回かなり工夫してまして、ポケモン GO プラスでアマゾンで検索してもね、ポケモン GO プラス、そのまま商標通りのやつでやってもポケモン GO プラスでやってもヒットしない、入信コードやってやっとヒットするという状態です。だから全く繋がらずサクサク買えるという形になってます。でこの品切れになってね、品切れになった後売ろうと思っているこの、転売がうまくいくかどうか、まず第一関門として、Amazon が在庫を切らすかどうかということですね。で第二関門として、売っていてもアカウントが無事かどうか、この2つの、ね、関門がありますので、ポケモン GO プラスをプレミア付きで売るなら、日本だったらヤフオク、海外に売るならいいで、こちらで売るのが、いいです。またね、今年多分 Amazon は相当方針変えてますんで、どういう商品を扱ったらいいか、その辺迷う方はお気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。